車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは小塚さんです。ボンド名古屋小塚です。よろしくお願いいたします。今回紹介する車がこちらなんですけれども、はい、オーナー様に触れていいんですよね。はい、大丈夫です。むしろ触れずにはいられないんですよね。はい、そうですね。化粧板はついてますけれども、なんと遠方からのご用命ということで、はい、小塚さんから発表していただいてもいいでしょうか。はい、沖縄からのご依頼で来ていただきました。沖縄っていうと、はい、もちろん陸路がないんで、どうにかして車を運んでになるわけじゃないですか。はい。それってどんな感じになるんですか。はい、大阪の南港までフェリーで運んで、でそこまで僕が取りに行ってって感じでやってます。あ、車だけ持ってきてカスタマイズと。はい、はい、そうです。でオーナー様との打ち合わせっていうのは、はい、基本的には全部、電話とLINE とかメールですね。リモート商談ならぬリモートカスタマイズなわけです、はい、そうですね。というわけで、はい、今回沖縄からご用命いただいてカスタマイズさせていただいたと、はい、じゃあ詳しく見ていきましょう。はい、じゃあ今回は撮影の都合上僕視点でお届けします。はいはい、よろしくお願いします。お願いいたします。で今回この G クラスは、はい、ご入庫いただいた時っていうのは、はい、ノーマルですよね。もちろん。そうです、もちろんノーマルです。新車で納車されて、でそのままお預かりさせていただいたので。あ、そういうパターンですね。はい、相当重症ですね。相当重症ですねただ最初からカスタマイズする予定ではなかったっていうふうにちょっと聞いたんですけど。はい、最初お問い合わせいただいた時には電動サイドステップをつけられないかというお問い合わせからですね。はい、で、まあ、いろんなものの話が出てきて、はい、あ、それいいじゃん、それいいじゃんみたいな感じですか。そうですね、せっかく遠方からなので、じゃああれもやろっか、これもやろっかっていう話でだんだんと話が膨らんでいった感じです。それ遠方から任せていただけると本当ありがたいですね。そうですね、本当ありがたいですね。というわけでしっかり仕上がってますんでご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず外装、はい、これマットブラックですか。そうです、マットブラックです。でマットブラックだと気になるところは維持のところなんですけども、はい、今回その辺もバッチリやってあるんですよね。そうですね、全部フルプロテクションフィルムで保護してあります。というわけで、はい、マットブラックってやっぱりこう艶が後々出てきちゃう。はい、そうですね。あと小傷がついた時に消せない。はい、磨けないんですもんね。磨けないですね。というわけで今回全面ですか。これ全面です。このボンネットフェンダー、まあ、貼ってないとこう質感違いちょっと出ちゃいますからね。はい、全部このヘッドライトの周りも、はい、グリルの枠も、はい、横いてドアだったりも全部このプロテクションが今回施工されていると。ブラッシュガードもです。あ、これブラッシュガードも貼ってるんですか。ブラッシュガードはもともとグロスブラックかシルバー2色しかないんですけど、はい、これは、ボディ同色に塗った上にプロテクションフィルム貼ってます。これ貼ってるんですか。貼ってますこれすごいっすね。なんで一旦全部バラして分解して、で貼ってって感じでやる。なるほど、はい、このブラッシュガードも全面施工されてると、はい、まあ、確かに飛び石だったりもブラッシュガードついてればそこに当たりますから。そうですね、その辺も抜かりなくやってある。はい、で待ってください、そもそもだってブラッシュガードって、はい、日本オプションないですよね。オプションはないですね。ないですよね、はい、でこれも後からつけてるんですか。そうです。いいっすね、これがかっこいいですね。めちゃくちゃアメリカっぽくなりますよね。そうですね、迫力が全然出ますね。なんか北米仕様だとなんか漏れなくついてくる。あ、漏れなくついてくるんですね。なんかそんな感じみたいですよ。アメリカ行くとめちゃめちゃついてる、装着率高いということでその辺なんかもしっかりついてる。はい、そしてあとは今回全体的な概要を教えていただいていいでしょうか。エアロは、ブラバスのワイドボディ以外のものがついてます。いわゆるソフトキットってやつですよ。ソフトキットですね、はいはい、でそれでほぼほぼ外装が仕上がってると、はい、にプラスアルファアメタンが装着されてると、はい、でまず外装のじゃあブラバスの部分から見ていきましょう、はい、上からいきますか。はい、そうです、はい、こちらが、パワードームですね。知ってます、はい、高いやつです。高いやつですねこれを、まあ、本来であればカーボン目を出してクリアで塗るか、まあ、ボディ同色で塗るかといったところなんですけども、まあ、ちょっとオーナー様と打ち合わせさせていただいている中で、じゃあよく見たらカーボン目が透けるようなブラックで、まあ、スモークペイントがいいんじゃないですかっていうふうにご提案させていただいて、今回それで塗ってます。なるほど、はい、元々だからカーボンのパーツ、ツヤありのカーボンしか設定ないんですよね。はい、なんでそのつけた時にマットなんで、はい、どうしようかって話ですけど、はい、今回は絶妙なスモーク、はい、だから近くで見るとカーボンの目がちょっと透けるけど、はい、引いてみるとマットブラックに見える仕上がりになってると、はい、そうです。これ気軽に紹介してますけど優に3桁万円超えるんですよね。はい、超えますで特に機能パーツではないんで、はい、この
ダミーのダクトがつく、はいはい、こんな感じで、後ろ側にはこれブラバスのロゴが入るんですよね、はいはい、でそこも、はい、もともとはシルバーですけど黒く塗ってあります。確かにここもペイントしてある、はい、でこれもプロテクションが全部施工されてる、はい、そうです。すごい。これちょっとつけるつけないで、はい、まあ、金額大きく変わるとこですけど、はい、スタイリングもこれ大きく変わるじゃないですか。はい、変わりますね。だからボンネットが平らなのか、はい、こう立体的に盛り上がってるかで、はい、だいぶ見た目違うんで、はい、まあ、できればつけたいパーツですよね。そうですね、できればつけたいですね。で特に横からのシルエットはもっとこう変わる、はい、ボンネットに厚みが出るんで、はい、こんなのがしっかりついてると、はいはい、あとはブラバスのフロントリップですね、はいはい、知ってます。これも高いやつですね。これも高いですね。めっちゃ高くというわけで、ブラバスのリップスポイラーが今回の車は装着されていると、はい、でこれデイライトでしたっけ。はい、デイライトですね、はい、下が下がデイライトついて、はい、横がこれあれですよね、 B マークですね、はい、エンジンかけるとイルミネーション点灯する、はい、そうです。白から青でしたっけ。そうです、白から青ですに色が変わる、こちらもついてると。はい、そうです、はい、そして僕見逃しませんよ、真ん中もついてるじゃないですか。これ真ん中カーボンか別売ですよね。確かに。そうです、別売です。で真ん中のカーボンかもえぐい金額なんですよね。そうです、これもかなりの金額しますね。だから今回はソフトキットということで、はい、この辺なんかもしっかりついてると。はい、でブラバスのカーボンパーツ全部中央に目が寄ってってるんで、まあ、非常にフィッティングもいいし見た目もいいと。はい、ここにお金かけられるのはただものじゃないです。そうですね、はい、なかなかこうチラッとしか見えないんで省きたいところですけど、しっかり今回やってあると。はい、そうです。であとは全体的にはこれ黒くしてあるんですか。ナイトパッケージ2が装着されてましたので、まあ、この辺とかは基本的にはもう全部黒くなってます。はい、ナイトパッケージ2っていうのがあるんですか。はい、じゃあヘッドライトとかプラスアルファ、はい、グリルとかも、はい、エンブレムとかも黒くなってる。あ、そうなんですか。元々そうです。あ、じゃあこれ元々グリル真っ黒黒なんですか。そうです、元々グリルは真っ黒です。前回りだけでだいぶ変わってますね。全然印象が変わりますね。ノーマルと雲泥の差ですよね。そうですね、はい、というわけで早速横に行きましょうか。はい、ブラバスのパーツ盛りだくさんの車につけたタイホイールがこちらです。はい、MV フォージドの LM501 という、24インチですね。24? はい、もうなんかボンドだと割とスタンダードなサイズでありますけど、はい、冷静に考えたらとんでもないサイズですからね。そうですね、はい、24インチを履いてる、はい、でしかもこれホームページ見たら、はい、この MV フォージュのホイールなんですけど、はい、アメリカのショップ、はい、ラベルモータースポーツっていうところのコラボモデル、はい、そうなんですよ。というわけで、はい、これデザインすごいですね。そうですね、めちゃくちゃ削り込んでありますね。洗車しにくそうなまあそうですけど、まあ、オーナーさんも多分自分で洗車することはないかなと思います。というわけでこれ近くで見ると、はい、めちゃくちゃ立体的ですよね。そうですね、でめちゃくちゃこの辺とかも削り込んであって、はい、で同じような MV のデザインで SL501 っていうのがあるんですけど、はい、それとはやっぱちょっと削りが違ったりとかいうふうになってます。そして今回これ2ピースですか。これは2ピースですね。でピアスボルトも1個飛ばし2個飛ばし、これは1個飛ばしのものになります、はい、というわけでよく見ると、はい、こうピアスボルトが見えてるとこと見えてないところのイン側とアウト側の2つの2ピースなんで、はい、非常に立体感もあるこちらが装着されている。はい、そうです。これ多分めちゃくちゃ軽いですよね。結構軽いですね。2ピースでもこれだけスポークを薄ければ結構軽量だと思います。はい、そしてこれに組み合わせてるタイヤがコンチネンタルのスポーツコンタクト6ですね。はい、はい、24インチってあんまりタイヤの選択肢ないんですよね。そうですね、24インチはあんまりないですね。ブレデシュタインか、はい、コンチネンタルかっていうところですね。あと最近だと横浜が V107 出してますね。あったりしますけど、はい、結構こうタイヤのデザインが違うということで、はい、割とコンチこうムチっとしてる、はい、このサイドウォールなんかもちょっとムチムチした感じ、はい、であと3号の扁平なのでやっぱりそれなりにこの厚みが取れてるっていうところがやっぱりいいですね。コンチだけ少し大きくなるんでしたっけ。そうです。はい、というわけで24履いて普通は30扁平、はい、装着するケースが多いですけど、はい、結構こう車高とあと外装とのこう組み合わせによってはなんか本当に薄く見えちゃう、はい、なんか馬車みたいに見えるケースもあるということで、はい、意外にこう
外径アップの3号扁平にすると、はい、その辺がムチムチするんで、はい、小塚さんもおすすめということです。おすすめですね、はい、今回こんな感じの足元になってる、はい、真っ黒グロスね。真っ黒グロス、グロスブラックなので真っ黒です。なるほど、はい、で、キャリパーももちろん塗ってありますので。あ、これキャリパー塗ってあるんですか。はい、もともと赤、そうです、もともと赤で、はい、なっているんですけども、まあ、全体的に黒くしているので、でキャリパーも黒く塗りました。あ、なるほど。オーナー様最後の最後までここは赤がいいって言われてたんですけど、はい、あのいや絶対グロスブラックがいいですよって言ってあのやってもらいました。小塚さんが阻止したんですそうですね。ただ赤は、まあ、ピンポイントでもいいと思うんですけど、これだけ全部外装黒で、はい、まとまってると黒だとだいぶ引き締まってるですね、はい、そうですね。そしてこれ完全な色替えなんですね。色替えです。ブラバスロゴにしないんですね。ブラバスロゴにはしないですね。それはあえて。あえてです。というのはソフトキットだから。そうです。なるほど、はい、だからグリルのところも、はい、ブラバスエンブレムもオプション、はい、パーツでありますけど、はい、あえて AMG プラスアルファブラバスがついてます。そうです。ということで今回その辺のさじ加減になってる、はい、はい。であとはで、まあ、サイドステップはシルバーなので、はい、そこはプロテクション機能がついてるフィルムで貼ってやります。なるほど、まあ、足引っ掛けますからね、はい、ここは黒いプロテクションでしっかり黒くなってると。サイドステップ黒くするとめちゃくちゃ引き締まって見えますよね、はい、全然それだけで印象わかりますね。あと車高低く見える、はいはい、そういえばこれ車高って今回どうなってるんですか。はい、こちら今回はブラバスから出てる車高調です。え、そんなんありましたっけ。あります。国内のホームページには載ってないんですけど、まあ、本国のホームページには載ってます。はい、それも純正の電子制御そのまま使えるやつ。あ、そうです、そうです、はい、で車高調ってことは車高調整もできるんですか。車高調整もできます。はい、カーベイの、ブラバス版みたいなイメージです。そういうことっすね、はい、カーベイめちゃくちゃ評判いいんですよね、はい、ゲレンデ用、はい、ということでそれのブラバスモデルがついて、はい、車高も絶妙な感じ、はい、低すぎず高すぎず。そうですね。でもちろん調整もできるんで、はいはい、言っていただければできる、はい、ただまあ今もうリアは全下げですけど、ね、あ、なるほど、後ろはこれで前回まで下げてある、はい、こんな感じに仕上がってる、はい、あとはマフラーですね。しっかり変わってると。はい、でもちろんこちらも、ブラッククロームのものですね、はい、これメッキとブラッククローム2種類あるんですよね。はい、はい、そうです、はい、というわけでこんな感じでブラッククロームのタイプがついてると。はい、でこれいいのがあの E マークって言ってヨーロッパの基準、はい、ちゃんと適合してますよってマークついてるんですよね。そうです。基本的に基準に関しては車検の、はい、基準も合格してると。はい、そうです。で迫力のサウンド、まあ、この仕上げもそうだし音もそうだし、はい、やっぱり E マーク対応とかっていう、はい、その辺なんかも抜かりないので、はい、まあ、ブラバス非常におすすめということで、はい、さあ続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろも MV の24インチが装着されてると、はいはい、これ透視ですか。透視ですけどオフセットはちょっと変えてますけど透視のサイズです。なるほど、はい、というわけで出面がちょっと違うんですかね。はい、そうですね、はい、こちらが装着されてると。そしてあとは、はい、あとは、はい、まあ、もちろん泥除けは外してあります。あ、それもちろんなんですね。はい、もちろんですもちろんです、はい、はい、まあ、これは標準装備ですね。あ、本当ですか。あとはこっちのディフューザーがカーボンのものになってます。これも あんまりついてる車いないですよね。はい、少ないですね。でも非常にやっぱり後ろからのイメージっていうのは変わりますよね、はい、厚みは結構薄いんで、はい、真後ろから見るとそんなに目立たないですけど、ちょっと上から見るとしっかりディフューザー形状なのがお分かりいただけると思います、はい、でこれもえげつない金額なんです。そうですね。そしてカーボン目も全部綺麗に、はいはい、揃ってるですね、はい、だこういうちょっとしたパーツってこう全部つけた時の雰囲気っていうかがすごく変わる、はい、だぜひつけておきたいところ、はいはい、そしてあとは全部これ真っ黒黒になってるのは元からですか。そうです、もともと真っ黒になってます。で、まあ、あえて言うのであればこちらが、まあ、このもう少しちょっと明るいので、スモークのフィルムが貼ってあります、はい、ナイトパッケージでもこのリフレクターだけはスモークにならないんですよね、はい、だからこれテールランプに合わせて色味が今回、はい、フィルムで調整してあるんですよ。そうです、フィルムで貼ってあります。じゃあ元に戻すのもできちゃうと。できちゃいますね、はいはい、こんな感じのリア周りになって。でこちらのエンブレムはブラバスから来た時にはメッキなんですけど、こちらも黒く塗ってつけてます。なるほど、はい、ご覧ください。なんと700エンブレム、はい、で当然ボンドグループ本物しか取り扱ってませんから、はい、700エンブレムがついてるということはもちろん700馬力になってます
これなんと700馬力になってると。はい、これ700馬力結構やるの大変なんですよね。結構大変ですね、はい、まあ、費用面でも作業面でも、はい、割とハードル高いんで、はい、なかなか施工されてるケースも少ないですけど、はい、今回しっかりやってあるということで、やってあります。じゃあ早速ボンネットを見てみましょう。はい、というわけで、じゃあ700馬力になってるエンジンルームを見てみたいと思います。はい、ご覧ください。これがあの赤くなってるのが700馬力の証ですよね。はい、そうですね。これっていうのは純正をペイントして確かな、はい、この仕様にするんですよね。そうですそうです。ブラバスの方でその700馬力のキットを買うと、はい、純正のエンジンフードをこういう風に塗りなさいよという指示が入ってくるんですよね。はい、はい、そうです。でその指示の色で指示の場所を塗って、はい、この700馬力の、はい、こちらのエンブレムとこのブラバスのマークとあとこちらですね。あ、これ、はいはい、700馬力の照明がついてくると、はい、でこの700馬力かなんですけど、はい、すごく簡単に言うと、はい、サブコンでやってるんですよね。はい、はい、そうです。要は純正のエンジンの制御を変えて700馬力までパワーアップしてると、はい、そうするとサブコンってなんか割とお手軽なイメージ世間にあるじゃないですか、はいはい、ブラバスのこの700馬力のキットの、はい、まあ、サブコンって言っていいのか分かんないですけど、はい、これ全然全く別物なんですよね。そうですね。あの一度そのエンジンコンピューターをからコネクタ外してで、ピンを差し替えたりとかしてユニットを取り付けているのでかなり大変です。で本当に簡単なサブコンだとそのブーストのセンサーだけつないで、はい、なんかブーストの値だけごまかして、はい、ちょっとブースト上げてパワーアップみたいな感じだけど、はい、ブラバスの場合全部制御細かくやり直して、はい、馬力アップしてるんで、はい、まあ、そういう警告灯がついちゃうだとか、はい、しっかりパワーが出ないとかっていうトラブルもなく、はい、本当にリアルに700馬力出てると、はい、これはボネット開けないとリアのエンブレムぐらいでしか、はい、分からないです。区別できないですけども今回しっかりやってあると。はい、そうです。というわけで、まあ、G6 さんノーマルでも非常にパワー出てて速いですけど、はい、さらにその上をいくパワーがこのブラバスのパワーキットでゲットされてると。はい、はい、そうです。こんな感じのエンジンルームになっております。はい、さあそれじゃあ続いて小塚さん、はい、今回このドレスアップというべきカスタマイズだけじゃなくって、はい、この便利にするカスタマイズもいろいろやってあるんですよね。はい、そうです。あのボンド名古屋すごく偏りすぎて、はい、あのドレスアップしかしないんでしょ、はい、もう泥除け取られて24日つけられちゃうんでしょっていうイメージかもしれないですけど、はい、実はそういう便利なカスタマイズもしてあるということで、はい、はい、そうです。で今回しかもそれがフルフルでついてるんですよね。そうです。なんでぜひゲレンデオーナー、はい、そのドレスアップのカスタマイズしない方にも見ていただきたい内容になってるんで、はい、じゃあ小塚さん紹介していただいてもいいでしょうか。はい、はい、まずは電動サイドステップですね。はい、これはもう超ド定番ですよね。そうですね。こちら格納されてるんでもうほぼ見えないですけど、はい、この部分がサイドステップになってると。開けますね。開けていただいてもいいですか。はい、開けます。あ、いい感じ、はいはい、こんな感じで出てくると。はい、で LED もちゃんとついてる新しいタイプですね。そうだ、はい、あれ去年でしたっけ。去年の年末ぐらいですね。マイナーチェンジしてちゃんとこの足元が照らされるようになったと。はい、であと黒くなったんですよね。そうです。ここの横がもともとはメッキが入ってたんですけど、はい、ちょっとデザインが変更されて、全部黒くなってます。なんで現行モデルはこの真っ黒黒になってイルミネーションがちゃんとついてると。だから昼間だからちょっとこれ分かりづらいですけど、はい、夜はこれめちゃくちゃ使いやすくなってます。そうですね。乗り降りするときにこの足元が光ってるってかなり乗りやすいですよね。で当然今回紹介してないですけど反対側にもしっかりついてると。はい、もちろんで G6 さん用と350、400用、550長いのと短いのあるんですよね。はい、でこれは今回はショートです。63なのでショートです。このマフラーがついてる関係で短いバージョンになってますけど、はい、400とか350とかマフラーないやつは長いのもつけられると。はい、というわけでこれがしっかりついてる、ね、これだけじゃないんですよね。これだけじゃないです、はい、続いてご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、ソフトクローですね。はい、こちらがそうすると引き込んでくれると、はい、これはもう待ってましたっていう方めちゃくちゃ多いんじゃないですか。僕が知る限りナンバーワンドアが閉まりにくい車だと思うんです。そうですね、はい、ただそれがいいっていう方もやっぱり中にはいらっしゃいますけど、やっぱり大体の方はやっぱあのお子様とか女性の方とかですとハンドアになっちゃうからっていうのですごくやっぱりご要望が多いですね。というわけでこれが今回、はい、ドア4枚5枚です。あ、リアゲートもついてます。ついてるということで、はい、後ろの席も一回やってもらっていいですか。はい、開けて閉めますね。はい、はい、
ちゃんと引き込んでくれると。はい、そうです。そして後ろのゲートも引き込んでくれます。あ、いいですね。すごく便利ですね。後ろも結構ハンドア多いんですよね。そうですね、思いっきりバーンって閉めないとハンドアになっちゃうので、そういった意味でいけばかなり便利になります。これが便利アイテムその2と。その2です。まだあるんですよね。まだありますまだあります。もうすごい、今回宣伝地味てますけど、はい、はっきり言います、はい、宣伝です宣伝です、宣伝です、はい、宣伝です。いや、ただこれだけ便利になると車の魅力変わってくると思うんですよ、はい、だからぜひ皆さん見ていただきたい。次に紹介するのは一番最新のやつですよね。はい、そうです、はい、小塚さん、じゃあご説明いただいてもいいでしょうか。はい、コンフォートキーといいまして、通常、ゲレンデですとドア開けるときにカバンから鍵出して鍵を開けるボタンを押してで開けるようになるんですけども、今回はそれがカバンの中に鍵を入れたまま開けたり閉めたりすることができるという商品です。コンフォートキー、いわゆるスマートキー、はい、ついてないのもこれゲレンデの一つの魅力ですけど、はい、めちゃくちゃそこが不便だっていう人もやっぱり多いじゃないですか、はい、それをついに解決したんですね。そうです。というわけで、はい、もう使い方はだから他のスマートキー、コンフォートキーついてる車と一緒なんですよね。一緒です。実演していただいてもいいでしょうか。はい、わかりました。この状態で鍵を持ってる状態からこう押すだけです。閉まった。閉まります。で、これドアノブのところちょっとへこんでるんですか。これ、そうです、ちょっとへこんでますね。場所がわかりやすいようにちょっとへこんでます。なるほど。そこタッチするだけで、はい、鍵持ってるだけで、はいはい、閉めることができると、はい、で、開けるときは、開けるときはこうちょっと後ろ側を触っていただくと開きます。鍵持って触るだけで。はい、そうです。じゃあもう本当に他のスマートキー、コンフォートキーの車と一緒っすね、動きは。そうです、一緒です。で、これが、はい、運転席、助手席とリアゲートもついてます。じゃあ全ドアについてるんですよ。はい、じゃあ全ドアで開け閉めができるということで、はい、閉めます。あー、これは革命じゃないですか。そうですね、これはやっぱりゲレンデのオーナー様は待ち望んでいた商品だと思います。この3点セットはもう、はい、じゃあめちゃくちゃおすすめですね。はい、めちゃくちゃおすすめです。そしてこれプラスアルファ内装の方でも、はい、やっぱり新車お乗りいただくために、はい、定番のパーツも付いてるということで、はい、中もちょっと見せてもらっていいですか。はい、今回は、はい、アンビエントエアアウトレットと、あとはデジタルインナーミラーと、あとは、レーダーですね、はい、が付いてます。この辺も、はい、ボンドグループ全体めちゃくちゃ人気アイテム、はい、全部盛りじゃないですか。全部盛りです数多くゲレンデ付けさせていただいてますからね。この辺のパーツの取り付け方も重要くないですか。はい、そうですね。だからレザーのダッシュボードとかに両面テープでこうペタって付けられちゃってたりするとちょっとがっかりしちゃいますよね。はい、はい、そうですね。その辺なんかもいろいろ相談して車が傷まないところに取り付けなんかもできるんで、今回は全部上に付けてる感じですね、はい、そうですね、まあ、その辺なんかも電装だって小塚さん得意ですもんね。はい、全部やりました、はい、ご用命いただければ、はい、細かい取り付け位置なんかもご相談いただけると、はい、いや、これはすごいですね。今回めちゃくちゃ全部盛りですね、はい、というわけでこんな感じで仕上げさせていただきました、はい、で最後になりますけども、今回非常に遠方からのご用命ということで、はい、遠方なのにもかかわらず、はい、こんなにフルカスタマイズさせていただいて、はい、本当にありがたい限りですよ。本当ありがたいですね、はい、オーナー様ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりこう手元に車ないと不安じゃないですか、はい、だからできれば近所の車さんとか、はい、目に届く位置でカスタマイズしたいっていうのも多いと思うんですけども、はい、やっぱりこういうハードなカスタマイズとか、はい、ボンド名古屋得意なんで、ぜひボンド名古屋遠方でも対応可能ですよね。はい、全国どこでも大丈夫です。北は北海道、はい、南は沖縄まで、はい、沖縄も実績ありますから、はいはい、ぜひご相談いただければいいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。